アディール博士の目的は十分理解できるが、彼女は現在トライデントに属している。つまり彼女個人の目的は地球の環境を良くしようということであっても、トライデントという組織がそれだけで済ませるはずがない。第一、彼女自身が月を悪用しないという保証すらどこにもないのだからな。一つの手としては博士をアーカムに引き抜くことだ。我々アーカムは彼女の意思を喜んで受け入れられる。だがもしそれが拒否された場合はやむを得ない。アーカムとしては彼女に月を渡すわけにはいかない。これは絶対だ。分かったな。これでいいはず。あとまたあなたなの。ずいぶんとしつこいわね。女の子に嫌われるタイプ。いい加減これ以上邪魔しないでほしいわね。もう少しなのに、やっとあの人の仮説が、ゴミクズのように殺されたあの人が正しかったことが証明できるの。誰にも邪魔はさせない。ああやったぞ、動いた。伝承の通りだ、グラハ。騙したの。それはお互い様だろう、リティシア。だがお前もアメリカ軍も本当に私のためによく動いてくれた。たかが賢者の石などのために愚かなことだ。これを最後までただの賢者の石製造装置だという私の言葉を鵜呑みにしていたのだからな。これを使えば世界の軍事バランスは私の思いのままだ。リディシエ、お前も私を出し抜こうなどと考えなければこんなことにはならなかったろうに。ごめんなさい。次はお前か。お前も随分と働いてくれたな。感謝するよ。だがそれももう終わりだ。Yeah!
まだ望みはあるか。また隙だらけでボーっとしやがって。まったく、てめえは俺がいなけりゃ100万回は死んでるぜ。俺は どうやら終わったようだな。悪いな、グラハムの件は間に合わなかったみてえだな。ったく、いい迷惑だぜ。一体何人バカの面倒を見りゃいいんだ。そうだな、結局いつもの繰り返しだ。俺たちが動いて秘密にことを収める。俺たちのやってることを普通の表の人間が知ることはない。超古代の遺産があるってことや、それが世界を滅ぼしてしまうかもしれないほどのものだってことを知ることもない。それでいいんだよ。そんなことを知ってまたバカが出てきたらまずいだろうが。そうだな。そうだよ、てめえはんな甘いことばっか言ってやがるから、いつまでたっても二流なんだ。くだらねえこと言ってねえでさっさと帰るぞ。そうだ、今回てめえには随分と貸しができたからな。約束通りおごってもらうぜ。何？いつそんな約束したよ。てめえ、最初からそのつもりだったな。ジョークだ、ジョークだって。いて、話せよ。おい、マジでいてえよ。じゃあ、おい、わかったから。
あなたたちに未来があるように。